皆さんこんにちは、リットです。今回ですね、今回からの初企画、今期2022年春アニメ、海外人気各ランキングトップ10というわけでね、ここに来ていきなり初企画を持ち込んでいきたいと思います。というわけで、こちらランキング何かって言いますと、僕自身海外評価ランキングという項で、いつも開幕時点、中間時点、最終ランキングみたいな感じで、3回ぐらい前期から始めたんですけれども、動画出させていただいていたんですが、そちらは、継続するんですけども、毎週これやろうかなと思ってまして、で、今回の企画です。で、これ、マイアニメッツさんというのはいつもスコアですね、スコア順でランキングを僕自身が自分で集計したのも含めつつ、ランキング付けという感じで開幕してのやってるんですけど、いかんせん変動がないというのが、ちょっとまたしにちょっと紹介してつまらんっていうちょっと部分もあるっていうのもありますし、この海外人気ランキングはやっぱ海外評価とかの需要っていうのはかなりあるのかなっていうのが僕自身のイメージでもある。実際ね、動画も結構、お買い再生いただいてるっていうことで。だったら、やっぱ、海外っていろんなサイトがあるんですよね。今回紹介してるのは、主に3サイト。アニメトレンディング、そして、アニメコーナー、アニメトリックスっていうね、この3つのサイトを、僕結構見てるんですけれども、このランキングを毎週紹介してる。毎週結構これ、順位変動とかもあります。サイトごとにいろいろあるんですけれども、順位の変動ありまして、毎週なんかランキングがボーンって出ますので、これちょっと紹介していこうかなっていうのが、今回からの企画になります。需要がね、実際出してみないとわからないところもあるんですけれども、ひとまずね、ちょっと毎週やっていこうかなと思ってます。ちょっと、いきなりだったんですけど、思い立ったらすごく行動が私の信念なので、なんかキモいですね、すいません。なんでね、ちょっと、やっていこうかなと思ってますので、ぜひね、海外人気とか、多分、皆さん結構興味あるんじゃないかなと思いますので、興味ある方ぜひね、順番に、アニメトレンディング、アニメコーナー、アニメトリックスみたいな順番で、紹介していきますね。楽しんでいただけると幸いです。毎週やっていく、今のところ予定でございますよ、という感じで、各サイトを、参照させていただいて、という感じでございます。はい。このマイアニメッツさんのスコアを参考にしたランキングがまたね、最終ランキングがあと今期上げてますね。それはね、また、1週間ぐらいに上げるかなと思っております。はい。で、この、海外人気ランキングを加えて、配信人気ランキングでも新たにやろうかなと思ってます。これは多分、明日ぐらいに動画があるんで、そちらもお楽しみいただけたらと思います。ということで、ちょっと初回に長くなりましたが、もう次回からパッと終わりますけども、まずアニメトレンディングさんね、ランキングトップ10ということで、まず、第6位から10位をね、紹介していきたいと思います。それがですね、こちらということで、これ、春アニメ第11週ですね、今回に関しては。でも、アニメトレンディングさんだけウィーク10第10週という感じになってるんですけども、今度10回目ランキングというところで、10位、コミさん2期、9位、恋は世界征服の後で、8位、青足、7位、アハレンさん、6位、パリピ孔明という感じになっておりますけども、コミさんに関しては毎回ランキングしてるのかな、このクルーってやつがね、ランクトップ10に何回入ったかみたいな感じのみたいなんですけれども、そうですね、ウィークスオントップ10なんでね。うん。ということで、コミさんは全部ランクトップ10入ってるんですかね。やっぱアニメトレンディングがやっぱ一番、やっぱそのマル、マイミリストを抜いたらな、これが一番なんかいろいろメジャーな仕様という、結構なんかね、いろんなサイトで見るイメージありますけれども、コミさんの選手が2ランクダウン、恋は世界征服などで、再び9位と。で、青足がね、ここに来て上がってきてるんですよ。いや、嬉しいなと思ってね。結構このアニメトレンディングがなんかラブコメが優遇されてるとかよく言われるんですけど、ラブコメ優遇っていうか、ラブコメが結構評価されがちって言われてるんですけども、この青足に関しては、前回初めてランキングトップ10に入ってきまして、今回2ランク上がって8位ですね。めちゃくちゃ嬉しくね。これ青足ファンにはとってはもうたまらないね、ニュースかなと思うんですけど、マジでおもろいですよ。これ本当におもろいんでね、ぜひ見ていただきたいと思うんです。海外でもやっぱ評価されて嬉しいなっていうところね。第8になってます。で、アハレンさんに関しては、2ランクアップ7位という子ね。多分最終回の評価まだ入ってない。最終回また上がるんじゃないかなと思いますけどね。で、パリピ孔明が1ランクアップ6位という子ね。意外に厳しいですよね。パリピ孔明これまでが、ベストが5位みたいなんでね。うん、このなんか、ニョロンってやつが最大10位みたいなんですけれども、第5位。全部ランクに入ってるみたいですけどもね。結構厳しいなっていう印象を持ちますよね。はい。っていうのがまず、第6位から10位までの、アニメトレーニングのトップ10となってます。で、続いて、アニメトレーニングの第1位から5位までを一挙にパンっていきます。では、こちらになりますというね。私画像パッと貼ろうかなと。もう今のところはね、今後こういう感じでやっていこうかなと思ってるんですけども。まず第5位、スパイファミリー。第4位、友達ゲーム。第3位、デートアライブ4期。第2位、かぐや様ください3期。そして、第1位がサマータイム連打という子ね。サマータイム連打2週連続。1位というこれ非常に評価もされているみたいですね。いやー、ありがたいですね。サマレーやっぱ海外でもかなり評価高いってもともと聞いてましたけども、アニメトレンディングの2週連続1位ということすごいですね。ここ最近はそんな神回みたいな感じでね、来るというのは常にめちゃくちゃ面白い体感病みたいなイメージを持ってますけど、第1位という、いやー、これめでたいですね。そして、かぐや様に関しては3週連続2位なのかな、これ3ウィークスみたいな感じになってますからね。で、最高順位が第1位と。で、10回毎週ランクトップ10入ってますよというところで、
まあ、かぐや様2位というか、かぐや様非常に評価が高い。まあ、めちゃくちゃ面白いですね、毎回ね。というとこですね。で、友達ゲームはね、4位というか、めっちゃ評価高いらしいですね。やっぱ海外どんどん評価上がってるというところ、もともと話も聞いてて、僕自身も最近結構このランキング見てたんですけれども、これワンランクダウンしてますけど、第4位と、最高4位第3位。で、9回目ランクトップで、今、どんどんトップ10にかなり入ってたかな。で、どんどん上げてきて、まあ、他のサイトもね、まあ、ちょっと要注目というところなんですけど、友達ゲーム非常に面白いですよね。どんどん面白くなってきてて、まあ、多分結構序盤で切っちゃった人多いんじゃないかなと思うんですけど、ちょっとやっぱおすすめですよ。非常にやっぱどうしても原作なんかアニメにあんま向いてないというか、その尺的にどうしてもね、結構この作品って、まあ、そのミステリーもなんて言うんだろうな、まあ、デスゲームものというか、まあ、人は死ぬわけじゃないんだけれども、まあ、そのうん、まあ、お金とかね、まあ、ある時すごい借金を抱えてしまって、それなんとか返すためにお金を稼ぐためになんか友達ゲームで、まあ、いろんなゲームに友達と参戦していくみたいな作品なんですけれどもね、評価が上がってきて非常に嬉しいところですけど、第4位となってますね。で、デアラ4期もめっちゃ評価高いですね。第3位という、これなかなかこんなランキング見ないと思うんですけど、2ランク上がってね、最大順位3位なんで、最大順位ですね、ということでね、8回目トップ10、まあデアラめちゃくちゃ面白いですけどね、まあ、第3位という非常に評価高い。海外人気はもともとかなりあるっていうような話聞いてましたけど、第3位となってます。で、スパナフリーに関しては5位ですね。やっぱ厳しいですね、このサイトはね。ワンランクダウンして第5位という感じになっているというところでございます。はい。で、アニメトレンディングは、ね、以上とします。続いてアニメコーナーですね。トップ10ということで、そちらが、こちらになりますというところで、アニメコーナートップ10、もうトップ10バンって、ね、一気に出てると思うんですけれども、第10位、恋は世界征服の後で、第9位、カッコの言い名付け、第8位、アハレンさん、第7位、サマータイムレンド、第6位が、盾の勇者成り上がり2期、第5位スパイファミリー、第4位友達ゲーム、第3位かぐや様フラスタイ3期、第2位デートアライブ4期、第1位パリピ孔明という子ね。いやー、このランキング注目ポイントなんですかね。盾の勇者ですか。まあ、盾の勇者の成り上がり2期がですね、なんと4ランクアップして第6位というか、これちょっと驚きというか、という感じでね。この作品に関しては、もともと海外評価がめちゃくちゃ高いということで、もアニメ1期3期まですでに決まってるっていう作品なんですけれども、まあ、日本でもやっぱ人気は高かったと思うんですけれども、まあ、アニメ2期の最初は霊気編っていうのをやってまして、まあ、これが、つまらんと。敵キャラ魅力ないと。もともとこの作品主人公とかしか魅力ないとか、いろいろね、キャラの魅力がないってよく言われる作品かなっていうのは思うんですけれども、まあ、2期の最初はつまんなすぎちゃって、もう1期もつまんなかったじゃないかって、もう1期の評価まで勝手に下がっちゃうぐらい、2期はちょっと問題がありまして、で、後半に入って、まあ、新しくね、新章、異世界編が始まったんですけれども、まあ、これは結構面白いぞと。でね、ロリテラちゃん、ラフタリアちゃんのね、幼いロリテラちゃんとか出てきたり、非常に盛り上がったりもしたんですけれども、またちょっと下降戦なのかなって僕自身は思ってますが、上がってますね、第6位という。まあ、めでたいんじゃないですか。はい、というところですかね。でも、他注目ポイントとしては、声は世界征服とか、あとではね、まあ、アハレンさんとかも結構やっぱ海外評価高いんだなっていうことで、カッコにやつが入ってきてますね、これはね。まあ、サマリンは7位とか、ちょっと厳しいですね、これに関してはね。これ第9話かな。で、スパイファミリー第5位。これもスパイファミリー、アニメトレンディングも第5位というところでね。まあ、結構意外とね、スパイファミリーが1位なのかなと思いきや、そういうわけでもないよというところね。で、パリピ孔明が1位になってますというところね。前回はデートアライブが1位だったんですね。おい、それもびっくりだ。出払ってめっちゃやっぱ海外評価高いっすね。なんか国内だとやっぱあんまり、なんか、どうなんですかね。まあ、話題になってないって失礼なんですけども。まあ、やっぱそんなに話題、やっぱ4期まで来ると、やっぱね、続編って続けば続くほどね、話題がちょっとなんだかなりづらくなってくるのかなって印象なんですけども。やっぱ日本だとね、やっぱかぐや様3期が一番続編で盛り上がってるのかなって印象はやっぱありますけどもね。デアラ4期もでも非常に評価されてます。まあ、面白いです。最新話とかに関してね、まあ、くるみの過去回想みたいなのめちゃくちゃね、すごい、感動というか、刺さる部分もあったんですけれどもね、第2位という、非常に高いですね、評価はね。パリピコメが1位というのがめでたいというところですね。友達ゲームこれ4位と、友達ゲームやっぱ評価高いですね、海外評価高いなぁ、でもめちゃくちゃ面白いですからね、これは本当にお勧めしたいなというところでございます。さてのうちは、もういいという感じですね。はい。では、アニメコーナーね、以上としまして、最後ですね、アニメトリックスというかね、アニメとマトリックスを合わせたな、アニメトリックスも多分造語だと思うんですけども、こちらのサイトの、順位、まず、第6位から第10位紹介してきます。こちら、それが、こちらというところで、恋は世界征服の後でが第10位、第9位、処刑少女のバージョンロ、第8位、友達ゲーム、第7位、勇者やめます、第6位、モブセカというところでね、モブセカと言うやめ、処刑少女、一気にね、ナロー作品がバババババーンとランクインした。失礼しました。処刑少女はナローではありません。GA 文庫ね。ね、何年ぶりの GA 文庫大賞ということで、断末以来のという感じで、ね、非常に期待してみたんですけど、
海外はこれ厳しいですね、処刑少女とかね。もうよくもっと評価されていいよなと思うんですけど、ね、丸とかもかなりスコア厳しかったと思うんですけれども、うん。で、ここに来て、ゆうやめと、ね、モブセカが入ってきたということで、やっぱサイトごとに全然癖があるんですよね、これね。で、モブセカも非常に人気で、僕は正直、作画もあれだし、話もあんま僕はハマりきれてない、実はね。勇者やめますは結構好きで、視聴者さんとなんか、あれってこいつなんで押してんのってなっちゃってるんですけれども、もう結構好きなんですよね。第7位と。11話ですね。これは忘れてます。アニメトリックスはしっかり忘れててね、この方がありがたいんですけどね。なんか、何話なんだろうっていう感じが、アニメトレーニングとアニメコーナーしてて、まあまあ、最新は吹きなのは間違いないんですけども、っていうところですよね。っていうところで、アニメトリックスね。まあこの勇者やめますに関しても、オブセイガーに関しても11話もかなりクライマックス、非常に面白かったところですからね。まあこの順位も全然、まあ妥当なのかなって感じがします。まあ結構高いですね。まあ他の、なかなかこの順位は来ないかなっていう感じしますけれども。まあでも、こうやって評価されて、してくれるサイトもあるといいですね。やっぱ海外人気ってなろう、めちゃくちゃ高いって言われてますからね、もともとね。まあただの勇者もそうですけれども。恋坂もしっかりランク入ってますね。いや、恋坂が海外でこんなに見られてて評価されてて非常に嬉しいことだなっていうのは思います。やっぱ、見られないとそもそも評価もされないですからね。っていうのは思いますし。マイエミリストさんとかと違って、海外ランキングって、まあ、もちろん投票数とかもありますからね。そういう面でもやっぱ見てる方も結構いらっしゃるんだろうなって嬉しいですよね、これね。おすすめですよ。恋坂はマジ面白いんでね。ラブコメ最高です。デスミさん可愛すぎる。友達ゲームここでもランクインで。すごいね、マジでね。職員少女も最終的に非常に面白い作品だったのかなっていうのは印象に残ってます。はい。で、最後ですね、アニメトリックスの第1位から第5位を紹介して以上としたいと思います。それはですね、こちらというところで、第5位サマータイムレンダー、第4位本月の時刻上、第3期4位、第3位パリピ孔明、第2位かぐや様、第1位スパイファミリーというところね、総合的に見てやっぱかぐや様が一番安定して順位高いようなイメージがありますけど、かぐや様ってやっぱ海外人気めちゃくちゃありますね。ということで、本月3期ランクインしました、やったーというかね、他のアニメトレンディングとアニメコーナーとかなんか結構厳しい順位をつけられてましたね。なんでやなってね。めちゃくちゃ面白かったんじゃないかってね。これ第1話最終回じゃないですか。ボロ泣きですよ。これ第1じゃないとおかしいぞというね。私は週刊アニメランキングないじゃんか。まあまあまあ、そう見てただけだとぜひ見ていただけたら。リンク貼っておきます。見ていただけたらと思うんですが、ボロ泣きした本月が、まあこれ、まあね、ランクこう入ってくれてるだけありがたい感じがしますね。ね、意外とね、海外に本月もあるんじゃないかなってイメージ、まあ、なる作品ですけど、やっぱ派手なの好きなんですね。バトルモンとか好きなのかな。いやー、でも第4位、まあ、入ってくれて嬉しいけどって感じが正直するから。他のサイトはもっと厳しい順位なんですけどね。得点入ってなかったと思うんですけど。本月、まあ、これは4位入って、まあまあ、ひとまず、9大点というか、一安心なのかなって思いますね。サマレモ大学。サマレモやっぱ非常に海外評価高いですよね。パリピコメは第3位というので。スパイアンがここで1位という、こうね。スパイファミリーね、これアニメトリックス全部1位でしたよ、みたいな。まあ、スパイファミリー絶大人気みたいな。このアニメトリックスあんまなんか評価は変わらないみたいですね。結構順位は一定な感じだったんですけど、その中はちょっと変動もありますけどね。かぐや様とかスパイファミリーはもう ほぼ、まあ、パリピコメもかな。ほぼ全部ね、なんかアラームだった。パリピコメとかもほぼ全部ね、上位来てましたんでね。まあ、いろんな、多分ランキングごとに特色がありますけれども、このアニメトリックスさんでは、こういった感じの順位になっておりましたよ。ということで、今回の初初めての企画なんで、皆さんちょっとどうだったかね、ぜひね、感想というか、この動画どうなのみたいな。まあね、今回ランキングに対する思いとかもぜひね、コメント欄の方いただけます。大変嬉しいです。大変ね、参考させていただきたいと思います。で、2022年春アニメ第11週の今回海外人気各ランキングトップ10ということで、アニメトレーニング、アニメコーナー、アニメトリックスのね、ランキングを紹介させていただきました。また、もしなんか、このサイト実はめちゃくちゃ人気だ。丸以外ね。丸以外でめちゃくちゃこれなんかよく見てるよとか、なんかいろんな人を投与してるとかあったらちょっと教えていただけると大変嬉しいんですけど、まあひとまず、この3サイトでじっくりに、毎週ですよね。第11週、次は第12週間で、ラストは春アニメやで、次は、夏アニメやっていく。夏アニメも1週間どんどんやっていこうかなっていうのは今のところ思ってますんで、でも海外の評価って気になる方が多いと思うし、動画でこうバッてまとめてしたら多分チェックしやすいと思うんですね。もう各世でも行き来して見るってあんましなされないんじゃないかなと思いますね。まあ、まあ、これは、ね、定期的にやっていこうと今のところは思ってます。ぜひね、そういった海外評価とか人気とか興味あればぜひね、この機にチャンネルと高評価の方もしていきますので嬉しいです。明日はね、配信人気ランキングとね、パリピコメ最終回の感想も上げるペースね、そちらも、お楽しみいただけたらと思います。ということで、今回の動画を締めてもそこまでご視聴いただきありがとうございました。僕自身普段こういったまあランキング系の動画や感想動画とか、あとまあアニメ情報とかね、あと漫画ランド動画もあげてますね、そちらもね、チェックいただけますと大変嬉しいです。ということで、締めたいと思います。そこまでご視聴いただき、本当皆さんね、本当にご視聴ありがとうございました。